ベルン・フィシオロゴス第十二ハウラより、ヘビと、あり、十五・八百五十年、ランス、ベルン私立図書館像、ベルン。フィシオロゴスは、中世ヨーロッパで聖書と並んで、広く読まれた教本である。表題の、フィシオロゴスとは、ギリシア語で、自然を知る者、博物学者という意味である。ヨーロッパでは、五世紀までに訳された。 ラテン語版に従ってフィシオログスと呼ばれている。様々な動物、植物、鉱物の用紙修正、伝承が語られ、これに関連して宗教上、道徳上の教訓が旧約聖書や新約聖書からの引用によって表現されている。特にラテン語版は、後に中世ヨーロッパで広く読まれる動物偶団の原型になったと言われる。フィシオロゴスは、 二世紀のアレクサンドリア、もしくは四世紀のカエサレアで、名前不詳のキリスト教徒たちが当時世間に流布していた、高等伝承をギリシア語で編み、刊行された。その意図は、様々な動物、植物、鉱物を象徴化、偶話化して、宗教的伝統の中に位置づけることによって、キリスト教世界の再構成を目的としていた。これらは、初期のキリスト教徒たちによって民衆に協議を、 親しみやすくするための空話として使われた。フィシオロゴスに編集されている動物説話の内容は、インド、ヘブライ、エジプトの動物現象とアリストテレスの動物史やプリニウスの博物誌のような著書から来ている。そこには実在のものだけではなく、ユニコーン、セイレーン、ケンタウロスなどの架空の生き物についての記述も含まれている。その後、約1000年にわたって、ゲズ コプト語、アルメニア語、シリア語、アラビア語、ラテン語、ロマンス語、ゲルマン語、アングロサクソン語、スラブ語などに翻訳された。その内容は番ごとに変わっていき、中には原点をほとんど焼き直ししたようなものも見られる。旧世紀カロリング城時代のフィシオロゴスの写本には25点の彩色画が挿絵として添えられた。フィシオロゴスの報告は成立しつつあった、中世の学問。 博物学や知史学によって引き継がれ、古代の著述家の情報と混同された。フィシオロゴスには実在の動物だけではなく、架空の動物、樹木、鉱石を取り混ぜている。初期のキリスト教徒たちはこれらを民衆に教義を、親しみやすくさせるためのアレゴリーとして使用したと言われる。フェニックス、アバディーン動物群移住より、1200年頃、アバディーン大学図書館像。 アスピドケローネ。アンウォルシュ動物グーイタンより、15世紀、デンマーク王立図書館像、コッペンハーゲン。モノケロス。アシモル動物グーイタンより、1210年頃、ボドリーアン図書館像、オックスフォード。両敵キノキ。オックスフォード動物グーイタンより、1220年頃、ボドリーアン図書館像、オックスフォード。ドルカスガゼル、ハノーファー動物園。 ヒッポカムポスに乗るワタツミネプチューン。モザイクが3世紀、スース博物館、チュニジア、グリフォン、ジョンテニエル、不思議の国のアリス差し絵、1865年。各章には、まず聖書の言葉が述べられ、その後にその生き物についての自然科学的な解説が続き、最後には道徳的な教えが述べられている。フィシオロゴスと呼ばれる人物が、 説明や注釈を行っているが、作者自身が自分のことを三人称で呼んでいるのか、それともまた別の博物学者のことを言っているのかは、不明である。遺本によっては、ソロモン号の名がはっきり出ているものもある。残存する最古のギリシア語版は10世紀に復写され、現在は、ニューヨーク、ピアポントモルガン図書館像の、モルガン写本397の中に収められている。 この写本には挿絵がなく、挿絵のある最古のギリシア語版のスミールナコ写本は1100年頃に作られ1922年に消失した。以下に様々なギリシア語版フィシオロゴスの葬書の内容を示す。現存する最古のフィシオロゴスのテキストはラテン語である。以下に古くから存在する4つの遺本とその内容をあげる。ありがとうございます。